皆さんどうも、ピーマンドウエスというわけで、本日からまた新たなポケモン実況、ポケットモンスタープラチナを実況プレイしていくよ。これからたくさんの動画を出していくので、ぜひぜひ見てくださると嬉しいです。そして今月、ポケモンの最新作、ポケットモンスターサンムーンが発売されますね。私はもう購入予定で、実況もしていこうと思ってますのでね、そちらの実況も楽しみに見てくださると嬉しいです。オッケー、じゃあこのポケットモンスタープラチナ、僕は初めてやるんですけど、初見でやっていきましょう。イエーす。お、来たね。あ、そうだな。ダイヤモンドパールの博士はこれだもんね。おっさんだもんね。七かまど。言いにくいな。いや、いい。知ってる知ってる知ってる。大丈夫。余計なことすんじゃねえ。全部知ってるわ。ボールの真ん中のボタンをタッチしてみてくれ。はい。おお。あ、なんだっけ、これミミロルだっけ。かわいいな。俺のこと？ああ、はいはいはい、男の子か女の子。まあこれはどうだろう、男でいいでしょうね。私、チンチンついてますから。チンチンついてない女の子。ついてる女の子はいないからね。よし。で、名前は、はい、私の名前は、ピーマンです。よろしく。はい。絶対適当に言ってる。完全嘘じゃねえか。わかるぞ。こっちの少年、あ、そうだ、ライバルポジションもいるからね。昔はこれライバルに名前つけれたりできたもんね。自分で決める。何しようかな。うんこちんことかもそんなやめとこうか。そんなことしか思い浮かばないんで。これアニメだとジュンって呼ばれてたはずだよね。ヨシノリとか絶対やだよ。ライバル感なしだろお前。ライバルというかもう友達だね。イエーす、これから始まるわけだ。う、久々になるな。いや、ダイヤモンド、パールはやったことあるんですけど、プラチナはやったことないからね。私たちの隣にはいつだってポケモンがいる。その意味を考えていきましょう。以上、関東地方から新王に戻ってこられた七かまど博士のお話でした。おお、来た来た、始まったね。で、基本は上画面表示といきたいと思いますのでね。来週はねえよ。家にいねえんだよ、これから。お、いきなりライバル来たじゃないですか、ジュン。やるか、そんなもん。これ気になってたんだけど、これ Wii じゃないの。 Wii だね。もう Wii なんてどこにあるか分かんないよ。一応持ってたんだけどね。 Wii U すら家のどこにあるか分かんないからね。全然やってないんだから。早く行かないと罰金100万取られるんで、早く行かしてくれ母さん。これね、パールとダイヤモンドのお母さん、ちょっと髪型がおかしいんだよな。すんげえなんか、でけえんだ。草むら入っちゃダメよ。野生のポケモンが飛び出すからね。自分のポケモンね、それを今からもらいに行かなきゃダメなんだろ。はい、最初の街は双葉タウンになりますな。で、ジュンどこ行く言ってたっけ。おい、ジュンどこだ。草むら行っちゃダメなんだよな。誰かに止められる。うわ、止められたわ。金髪のおっさんだ。いや、おっさんじゃねえな。わかった、家か。止めんじゃねえ、お前。別にどこ行こうが俺の勝手だろ。なんでよくわかんねえ、おっさんに止められねえとダメなんだ。すげえメタボな人いる。カビゴンか？どうでもええわ。どうでもいいよ。なんかポケモンのことについて教えろや。あれ？
ジュンの家ってここじゃないのか。誰の家だこれ。可愛いポケモン欲しい。ゲットしたらあげるよ。あんたの方が可愛いけどね。まだ何も持ってないからね。うん、どれになるんだな。なんかでかいこれかな。おー、やっぱ合ってるわ。ドン。ワンピースか。慌ただしすぎるだろ。ちょっと止まれやお前。ジュンどこ行ったの。ちょ、これお母さんだね。ジュンの、ジュンママ、あんただろ。あんたの子供だよ。いたいたいた。あ、ジュンの家にも V があるね。増えてんじゃねえか。100万から1000万になってるぞ。なんでちょくちょく金取ろうとすんだ。遅れてんな、お前だよ。お前が100万と1000万払いやがれっていう話だよね。道路に来いっつってたよな。ポケモンなしで行けんのか。あ、今度は止められないね。はい、201番道路。来た来た来た。もうこれ野生のポケモン出てくるよ。草むらあるからね。え？あ、これはもしかして博士だね。めっちゃ切れてるじゃないですか。家って言ったら多分物語終わるんで、はいで。あ、はいです。ちょろいなこのジジイ。お、光じゃないか。光ライバル、ライバルがじゃあ2人いるってこと。プラチナには来た。何選ぼうかな。俺がいいの。お前後出しじゃんけんすぎるだろ。お前どうせ俺がなんか俺の相性の悪いポケモンをやるつもりだろ。炎を選べばお前水取るだろ。ずるいな。賢いよお前は。ずる賢いわ。さて中にポケモンが入っておる。どのポケモンにするか。どれ何が入ってるかって分かんない。あー、これナイトル出た。若葉ポケモン。ナイトルはねえな。これがヒコザル出たよ。コザルポケモン。ヒコザル。で、最後がポッチャマ。ナイトル以外だったらどっちでもいいんだけどね。でも俺確かね、これ最初プレイした時ね、何選んだんだっけ？ダイヤモンド。俺ね、パールの方を購入したんだよね。パール最初やった時は、ポッチャマ選んだはずよ。ポッチャマ選んで、ほんで2回目もプレイしたのよね。その2回目なんでプレイしたかっていうと、あのダークライのあのね、謎の場所のとこでぶっ壊れちゃって。
一回セーブ消してまたやり直した時は、ヒコザルを選んで、ナエトルって実は一回も選んでないんだよね。でもね、昨日まで実況してたアルファサファイアではキモリの草タイプポケモンを選んだんで、また草タイプっていうのもなんか盛り上がりに欠けるしな。やっぱここはもう、このポケモンで OK でしょ。ほとんどの方がこのヒコザルを選ぶだろうね。俺も選ぶよ。かっこいいんだもん。ほらね、ずるいでしょ。こいつは俺の相性の悪いポケモンを取るんだから。全然こいつはいいやつでもなんでもないんだよ。マサゴタウンにある私の研究所に来るといい。では失礼するぞ。おうほうほう。博士はポケモン持ってんのか。持ってるから入ったんだろうね。もういきなり戦うの早えよ。目と目が合えばポケモン勝負の開始だからね。行きましょうよ。来た。おー、いいね。今はもうなんていうの、 3D グラフィックになってるけどさ、昔はこれドット絵っていう、ドット絵なのかなこれ。またこれ動かないっていうのもいいよね。こういうこの絵に俺は慣れてるからポケモンしてる感じがあるわ。さて行くぜ。もうここは引っかくのご利用しですよ。よほどのことがなければ負けることないだろう。あと最近のちょっとポケモンのテンポ慣れてるからね、アルファサファイアとか23だからね、ちょっと昔のポケモンテンポ悪く感じちゃう場合もあるんだけど、まあでも今のところはそうでもないね。特別なんていうの、もっさり感は感じないよ。アルファサファイアと特に変わらないかな。イエス。ただ引っかくが全く食らわねえっていうね、負けるんじゃねえか。ここで負けたらお前たまったもんじゃねえ。俺一回だけ負けたことあるんだよこれ。この作品ではないけどね、また別の作品で。睨みつけるしよう。守備力下げようか。守備力だよねこれ。攻撃か。よし、防御下がった。この鳴き声でめっちゃ攻撃力下げられてるからさ、それダメージ食らわんよね。ならお前の防御力も下げてやる。イエス。意外にも激闘になってるね。やめろ鳴き声、バカか。全然ダメージ与えれねえよ。もうええわ。ひっかくのゴリ押しじゃ。うわっはっは、全然削れないね。ちょっとやめろ鳴き声。多分ね、なんていうの、こっちのプレイヤーに気使って攻撃してこないんだけどさ、それが むしろ鬱陶しいっていうね。やべえぞ。うわうわ、やばいやばいやばい、これ負けあるな。あ、いけるか。いや、わからんぞこれ。こんなとこで負けてみろお前。恥だ恥。よし、いけた。もういけた。急所当たるなよ。危ねえ危ねえ危ねえ。なんでこんな一戦目から激闘なんだよ。もうバカじゃないの。もっと簡単に倒せるようなもんだけどね。 OK。 おお、6レベル。なんか技覚えるか。何も覚えないか。500件。あ、結構くれるね。最初の段階でこんな500件くれることってなかなかないよ。100件とかだもんね。虫捕り少年に限ったら10円とかそんな感じだから。いいな、純金持ちなんだろうね。ランニングシューズ。そうだよね、昔のポケモンはこれランニングシューズもらうまで走れなかったからね。まあもう早い段階でくれるからね、すぐ走れるようにはなるんだけど。わかったわかった。もう最近のポケモンは最初からもうこれあるもんね。どういうことだよお前。これ履かないと走れない世界ってなんか怖くない？そんな速くないしね。よっしゃ、マサゴタウンじゃあ行きましょう。またジュンがいるじゃないか。一緒に行くのか。
早っもう伝説のポケモン捕まえに行くの。湖ってどこだ。あ、そういえそんなあったな。真珠のこと、なんだちょ、読めなかった。でかい独り言だな。うお。今さら？なんじゃそれ、結局マサゴターン行くことになるんか。意味不明だな。モンスターボール持ってないのにお前もうポケモンを捕まえようとしてる、どういうことだよお前。頭おかしいんじゃねえか。普通に考えればわかることだと思うけどね。あ、トレーナーか、これ違うか。トレーナーじゃないね。うん。お前は何がしたいんだよ。ずっと草むらにいてさ。これもトレーナーではないのか。トレーナーいないね。あ！来たよ、野生のポケモン。一体何が出てくる。ただモンスターボール取ってないからあれだけどね。持ってないから捕まえれない。出たー！ムックル！俺の中でね、この飛行ポケモンっていうイメージ、最初に出てくる飛行ポケモンっていうイメージはやっぱこのムックルにあるんだよね。僕やっぱダイヤモンドパールを一番このなんていうのかな、その年頃というか小学4年生とかそれくらいにしてたんで、それくらいにプレイしたゲームってこれはなんていうのかな、印象に残りやすいっていうのがねありますから、一番思い入れのあるポケモンの作品はこのダイヤモンドパールなんで、まあこれはプラチナですけどね。これはやったことない。これ2009年発売のゲームだったかな。2009年といえば僕中学に入ってるんで、中学に入る前にポケモンはやめてましたからね。そういう時期あるよね。え、まだポケモンなんてやってんのお前、ダッサーって。他にあるだろうみたいなね、そういう時期誰にもありますから。その時モンハンしてたわ。モンハン大流行してたもんね。セカンド G がやばい、えぐいよ。あの時楽しかったなーって思う。すげえ昔の思い出が蘇るね、このゲームプレイしてたら。で結局これ光はライバルポジションなのか、戦うこともあんのか。わお、ワンピースかっつってんのにお前はどんどんうるせえな。どこに行くんだよお前。捕まえ、け、あれ伝説のポケモンは病的にせっかちだけどね、落ち着きがなさすぎるわ。ニックネームはノーだ。言われなくてもそのつもりだいて。イエーイ、ポケモン図鑑をもらったぞベイベー。
そんな大掛かりに言わないでよね。あ、ナエトルなんだ。へえ。いいじゃない、最高の先輩だね。こんな先輩がいたら人生楽しいだろうね。さて、冒険がこれから始まるわけ。あれね、でもばらけるからね、3体のポケモン。光ナエトルだって言ってましたけど、俺がナエトル選んでたライバルがヒコザルになって、でポッチャマがヒカルになるはずだ。おお、まずましい27。え、いきなり恩返し。なんでいきなりそんな恩返しの技をくれるんだ。あ、使えばなくなるのか。そうだよな、昔の技マシンってそうだったもんね。今のって確か違うよね、一回使ってもまた使えるよね、無限に。それにしてもいきなりくれてびっくりしたわ。先輩推しは何なんだ。いいけどね、あんたみたいな先輩がいてくれたらね。はい、知ってます知ってます。でこれがフレンドリーショップ。家の人に言えなくていいの。これだけかい、もっと教えてや。どこ行くんだい、まあ、次はそっち行けばいいんだね。ここには当然ジムなどはないよね。ないわな、最初の街なんで。まあ、いろいろと街巡っていきましょう。もしかしたらなんかアイテムくれる可能性もあるしね。分かった分かった分かった、お前に言われなくてもそのつもりだっつってんのに。分かってんだよ、俺は何作もプレイしてるからよ。俺の方が先輩やぞお前、上から目線で喋れようって。めっちゃハゲとるやん、モンスターボールかと思ったわ。ほう、お姉ちゃん、あー、光の家なんだな、これは。光だ、光。光の家だ。お、ってことは光のベッドってこと？ちょっとね、いろいろとやりたいことやっていこうか。ねえ、これ誤爆とか見たりね、本とか見たり、パソコンとか見たりね。やめときましょうか、変態ですね。空っぽでしょうね、そら。俺が求めてるようなもの置いてるわけねえわな。はい、やめましょう、やめましょう。そんな変態チックなこの、ポケモンプラチナ実況にしていくつもりはないですから。ママに一回報告しに行けと言ってたよな。これトレーナー？あ、違うんかい。トレーナーっぽいやつたくさんいるんだよな。草むら、これ上から避けていけるからね。こう行こうか。あ、アイテムもしかしたらあるかもよ。うわぁ、降りちゃった。左見たかったのに。最悪だな、これ。わしの家はこれ奥か。これだな。あ、ここもマサラタウンみたいにあれだね。水のスペースあったね。あれ、じゃあ下からまたどっか行けるってことか。センキュー。おお、ありがたいね。ほう、冒険ノートを手に入れた。これ何、うん、あー、はいはい、捕まえ、ポケモンいつ捕まえたとかそういうのがあるのかな。書けるんだ。だから物語がちょっとわからなくなったこの冒険ノートを見ればいいんだよね。これもでもアルファサファイアオメガルビーの時にはなくなってたけどね。お、純ママや、純ママ。
言もはいなんて言ってないのに勝手にそうなっちゃったらね。多分まっすぐコトブキシティに向かってると思うけど。 Yes。 じゃあ次はコトブキシティ目指してやっていけばいいんだね。はい、わかりました。じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。これからですね、ポケットモンスタープラチナの実況動画たくさん出していきますのでね、ぜひぜひ見てくださると嬉しいです。これから楽しい冒険が待ってるはずなんでね。 OK、 じゃあ次回実況2回目でご会いしましょう。グググ、グッバイ。